バスケットボール男子19年 W 杯アジア1次予選最終戦が2日に行われ、B 組の日。本は台湾に 108-68 で圧勝し、2勝4敗の同組3位で2次予選進出を決めた。新たに加入したファジーカスニック、川崎、が32得点、八村塁、米ゴンザガ大、が13得点と活躍した。17得点した比江島誠、ニカは、苦しい時もあったが、二人が加わって希望が見えた。未来につながる、と喜んだ。12チームによる2次予選は9月に始まり、7チーム、開催国の中国を除く、が W 杯切符を得る。